はいどうもこんにちは、赤字幕です。2021年11月26日から12月2日23時59分まで Amazon 今年最後のビッグセール、ブラックフライデー開催されてます。いや、楽しみにされていた方もたくさんいらっしゃるかと思います。昨年はブラックフライデー&サイバーマンデーとして開催されていたこのセール、なぜか今年マンデー消えてますよね。でもしっかりマンデーも挟んで7日間1週間のビッグセール、毎日びっくりサプライズセール登場とのことで、いつものタイムセール祭りとは違ってめちゃめちゃ安くなる商品もバンバン出てきそうです。ただこの動画実はちょっと訳あってセール前日に撮ってます。なんで今時点では僕は今何がどう安くなっているのか分かってないんで、今回また続編は作りますけど、この動画の説明欄に僕が買ったもの、そしてお得なセール情報をどんどん更新していこうと思ってます。なんでもしよかったらこの動画の説明欄、時折進化していきますんで、随時チェックしてみてください。はい、それでは今回、まずは一緒にセールを楽しむ準備をしていきたいと思ってます。はい、それでは行きますよ。2021年、Amazon ブラックフライデースタート。で、まず今回、ブラックフライデーのセールもさることながら、ポイントアップキャンペーンも強化されてます。なんでまずはとにかくエントリー。期間中お買い物予定がなくても、万が一っていうこともあります。忘れずにエントリーしてください。そして期間中合計1万以上のお買い物をすると、今回はなんと、最高 8%、最大1万円分のポイント還元。さすがにプライムデーの最大 10% まではいきませんでしたけど、8% はでかいんで、日頃買おうか迷っていたもの、欲しいものリストをチェックして、近々欲しいものや、いずれ絶対買うようなもの、生活用品なんかは買っておいていいかと思います。で、そのポイントアップについて、プライム会員なら 2%、Amazon ショッピングアプリのお買い物で 3%、Amazon マスターカードのお買い物で、プライム会員以外なら 2.5%、プライム会員なら 3% と、合計最大 8%、僕もバッチリ 8% いただけます。で、ちょっと気をつけたいのは、パソコンでチェックされてる方、そのまま買い物しないように、ブラウザで買い物すると、ショッピングアプリでの買い物 3% つきません。このあたりはご注意を。で、このポイント還元について、セール対象品外でも、おおむね何でも、キャンペーン対象となりますけど、Amazon ギフト、Amazon コイン、予約商品を除くとあります。特に予約商品は対象外というところ、ここは気をつけましょう。とはいえ結構簡単ですよね。エントリーしてあとは1万円以上お買い物をするだけ。これ他の、うくてんさんのお買い物マラソンとか、うふんさんのチョーピー祭りとか、ややこしくないですか？その点僕は Amazon さんのわかりやすいセールは大好きです。あと注意点としては、ポイント付与はキャンペーン終了後より約35日後。結構忘れた頃にやってくるんで、このあたりもお気をつけください。で、あと普段僕は訳あってやってないんですけど、お買い物前に Amazon ギフトでチャージしておくとかなりお得です。あ、いやさっき Amazon ギフトはポイントアップキャンペーン対象外と言いましたけど、まずこれ。はい、プライム会員かどうか、チャージ金額によって、アマギフ特典としてポイントもらえちゃうっていう。ちなみに9万円分プライム会員がチャージした場合、なんと 2.5% 還元。で、さらに、チャージした Amazon ギフトでお買い物をしても、ポイントアップキャンペーン対象になります。はい、ポイントアップキャンペーン。チャージの時は対象外、使う時は対象ということ。これによって9万円チャージして9万円買い物すると、ポイントアップキャンペーンで最大 8% プラス、Amazon ギフトの特典で 2.5%、これ合計 10.5% 還元されます。いや、やばくないですか？特に今回、大型の買い物をされる方、説明欄に Amazon ギフトのリンク貼っておきますんで、ぜひチェックしてみてください。で、あとこれも拾っておきたい。プライムスタンプラリー。これクリアしておくと、10人に1人、500から最大5万ポイントプレゼント。いや、これも結構当たると嬉しい。で、このスタンプラリーは、まずはとにかく参加。この参加ボタンを押してエントリーしてください。で、その後5つの条件をクリア。って言ってもこれプライム会員なら簡単なものばかり。ポイントアップキャンペーンにエントリー。はい、これはクリア簡単。Amazon プライム配送特典の対象商品を購入する。これもまあまず、ポイントアップキャンペーン狙われてる方なら楽々クリアすると思います。で、あとは、プライムビデオを見る。Amazon Music プライムを聞く。プライムリーディングの本を読む。この3点も無料でできます。でもね、例えば普段、実はプライムリーディング本読んでないわとか、プライムビデオ見てないっていう方、音楽聴いてないわって方もいらっしゃるかと思います。なんでこのあたりはちょっと意識して、足りてないスタンプしっかり集めましょう。とはいえ結構期間に猶予があるんで、十分クリアできるかと思います。これも説明欄にリンク貼っときます。ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、今回もこれでバッチリ、取りこぼすことなく、ブラックフライで満喫できる準備はできました。ただほんと毎回、サプライズセールは突然始まって、一気に商品なくなっちゃうことが多いんで、僕もしっかりチェックしていきたいと思います。あと今 Amazon MUSIC Unlimited 3ヶ月無料プラス700ポイントプレゼントのキャンペーンも開催中。これも説明欄にリンク貼っときます。そのリンクを開いて、はい、この画面が出たら対象です。無料で700ポイントゲットはお得しかないんで、ぜひチェックしてみてください。あと、Kindle Unlimited 3ヶ月99円セール。年末年始、読書三昧予定の方はぜひ、これも説明欄にリンク貼っときますんで、チェックしてみてください。で、とにかくとりあえず、ブラックフライで僕が買ったもの全部、そしてめぼしいセール情報は、随時説明欄に更新していきます。こちらもどんどんチェックしてみてください。それでは Amazon ブラックフライデー、楽しんでいきましょう。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。かじまくでした。Robino alla vittoria, alla gloria militar, che Robino alla vittoria, alla